信者も増えているとき、警察の手が入った。統一教会の中で汚れた人間を清めるため復帰という淫乱な行為が行われていると疑われ逮捕、証拠不十分で無罪。38年の長い沈黙を破って当時の幹部が復帰について証言した。復帰というものはですね、すなわち施設です。セックスでも1回でなく3回やらなきゃならんです。復帰にセックスによって血大交換になるのが本当です。汚れた血を神が望んだ清い血に返すことが復帰。その方法はセックスで行われていたと元幹部は断言する。このことをあの合同結婚に参加した者はどう思っているのだろう。血統転換っていう言葉を初め聞いた時は、うん、やっぱりそういうことなのかしらっていう、うん、いつやめようっていうのがありましたよね。そういう血統転換があるんだったらメシアと私はそういう関係を持たなきゃないんだろうかっていうのがあって、やっぱり嫌ですよね。かつてはセックスで行われていたという復帰の儀式、それが合同結婚に変わったのである。統一教会がセックス教団だというのは教義を読んでいたから想像はできました。初期の頃とはいえ実際にあったとは驚きです。宗教というものはもっと理論的道徳的なものです。それから外れた宗教は宗教ではありません。教会を脱退、懺悔の気持ちから警察牧師として囚人に祈りを捧げる男。彼は何人もの女性と復帰のセックスを繰り返していた。パッと来たですよ。ああ、これが罪だな。罪だな。神様のお願いを実行するためにはこれは本当のね、善良い仕事じゃないかとピーンと来たです。ソウルの元統一教会員たちの口は重い。ユー・ヒョンミン、脱退者の相談相手ともいえる彼が重い口を開いてくれた。俺たちの時代は地上天国を作ると言っていたが失敗だった。統一教会で祝福を受けた家族もできたが、
その家族を捨ててここに来た。そのことは一日も忘れたことがないよ。いとこのシンヒさんはムンソンミョンから直接復帰を受けたという。ムンさんが一人で寝ている部屋に入って、私は復帰を受けたいって言ったんです。すると資格はあるのかと聞かれたんで、はい、資格はありますと答えました。そしたら蘇生、調整、完成の3回受けなければいけないというんです。1回目の蘇生が終わったので立ち上がってお辞儀をしました。部屋の外では年寄りの信者が寝ていたので1回で出てきたんです。そういうやり方で復帰を受けたんです。さらにこんな事実も打ち明けてくれた。毎日原理を聞きに働かないで教会に通うんで、食べるものもなくなって5人の子供たちを仕方なく孤児院に入れたんです。ソウルの郊外にある孤児院、ここに統一教会の子供たちが入っていたという。여기보니까68년도에68년도에태운데더라고요그것만있지그전기록은뭐가없더라고요보니까多い時には数十人もの子供が入っていたと聞く。親の信仰のために孤児院に預けられた子供たちは今どんな生活をしているのか、新妃さんの息子に会いに行った。創設の時代に、たくさんの子どもたちを孤児院に預けたという記述があるんですが、そのことは事実でしょうか。統一教会が俺たちを孤児院に送ったのかどうかは知らないよ。親が別れ食べることもできなかったので幼い俺たちは孤児院に入れられたんだ。孤児院に入った時、次男の彼は6歳で、一番下の妹が3歳。そりゃ心では統一教会を憎んでるけど、俺の力ではあんな大きな集団に対して何もできないよ。諦めて生きていくしかないじゃないか。再臨のメシアに希望と夢を託した人たち、夢破れ家族を失った彼らは一体何を求めていたのだろう。お金なりいろんなものは、それはもう元は神様のものであって、今サタンたちが世界で使うものでありまして、それは自分の夫の懐にあるものを盗んでで献金してもよろしい。その世の中の法律にはかかるけれども、天の法律にはかからないと言って、それは安心して持ってきなさいと何回も説教しました。仕事の暇を見つけては昔の仲間を訪ね歩いているユウさん。今日訪ねるのは創立の頃教会の炊事の担当をしていた姉妹。20歳過ぎの明るく人気者だった姉妹も今は60代。이게뭐야길가에앉아술장사하고앉았는데아그자기가춤이지요 뭐라고춤이라니그럼요근데왜그천국선생님천국간다고그래자기가하나고되고천국간다고그래놓고지금그그렇게고생을또내버려두고말이야이게되겠느냐괜히또그러셔남들뭐라고아유아유가만두세요아유農家の娘だった姉妹は家も田畑も全てを統一教会につぎ込んだ。統一教会を抜けたくても今や脱退する気力も資金もない。あれおかしい、私こんな人間じゃなかったはずだって、で過去の自分を振り、なんていうか思い出して、あ自分はあまりにも違いすぎる、これは何だろう、例えば嘘をすごいいっぱいつくとか、これは何だろうって思った時に、ここに精神で操作されて人格が変えられていた。